日本石川県金沢市角馬町角馬町は石川県金沢市の町名。旧加賀国下北郡金峰郷角馬村。道郡金峰村あざ角馬。道郡浅川村あざ角馬。住居表示は未知市。金沢大学角馬キャンパスが所在している。また、本町と関わりの深い角馬新町についても記述する。金沢市の東部、伊予山麓に位置する。西で若松町。 北で、牧町、小二股町、東で、田島町、清水町、南で、田上町、戸室新保と、それぞれ接している。町域を、石川県道、富山県道27号金沢稲見線が横断する。角間村の始まりはつまびらかではないが、1670年の村おしるしには村高144国、面ごつ3歩、山役108問目。 老薬一問目と記録されている。加害一騎衆が戦いに敗れた時に、本願寺派の兵を、かくまったことから、かくまの地名が付けられたとされている。2018年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。日本石川県金沢市かくま新町かくま町の西、牧野台に位置する。 2018年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。